はい、始まりました。FUG フットボールアンダーグラウンド。2022年11月10日木曜日。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。吉澤浩一です。今ね、オフサイドトークをお楽しみくださいということで、レプさん、吉澤さん、ファミリーの皆様、こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。クラブから ACL 決勝の再開催断念のリリースがありましたね、ということですね。秋山さん、吉田さん、皆さん、こんにちは。今日もいい天気ですね。この人の実家で拝見して、ました。パギちゃん、吉田さん、皆さん、こんにちは。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、大久保さん、こんにちは。よろしくお願いします。富山は小春日和のいい天気です。昨日の茨城の地震は大丈夫でしたか？大丈夫ですね。はい。車乗ってたから分かんなかったですね。で、皆さんね、このぜひ、こんな感じにしたいなと思っておりますので、僕が登場する前に、チャットの方でですね、皆さんは、こう、意見交換をしていただけたらなと思います。ただ、それが一番楽しいんじゃないかなって思っておりますので、ぜひぜひ皆さん、積極的にですね、参加していただければ、していただければなと、そんなふうに思っております。よろしくお願いします。そして、川島亮太。こんにちは、皆さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここにですね、ここにマークがある人いますよね。チャット画面で言うと、FUG の、このマーク。このマークがありまして、それぞれの色によってメンバーシップになった時間、タイミングがですね、示されております。一番長くいる方はもう赤になっておりますね。2年間メンバーシップでいると赤くなるということがありまして、赤の人はまあ超古参、FUG を支えてきたメンバーだと思っていただければなと思います。そして、アキラ。皆さん、こんにちは。仕事合間に拝見してます。ということで、この前お土産ありがとうございました。ね。長野からね、唐辛子持ってきてくれたんです。最高です。はい。ということで、コメント紹介しながらなんですけれど、これですね。これ映しちゃえばいいかな。画面共有するということですね。これ。はい。これ、浦和レッズのホームページの方からですけれど、日頃より浦和レッズに熱いサポートをいただきありがとうございます。先般経過報告いたしました。ACL2022 決勝第2戦試合会場に関する調整につきまして、続報をお伝えさせていただきます。これまで2022年3月に浦和レッズと埼玉県が実施に合意しておりました。埼玉スタジアム2002最下の芝改修工事につきまして、ACL2022 における決勝戦への進出に伴い、浦和レッズから埼玉県に対し、埼玉での決勝戦の開催を目指して要望を行ってまいりました。ね、そうした行動に対して、58,430筆という多くの、大変多くの、そして大変心強い署名を通じて後押ししてくださったすべての皆様に、心よりお礼申し上げます。また合わせまして、一連の経過報告において、私ども説明、対応が不十分であるなど、至らん点が多かったとことから、ファン、サポーターの皆様、埼玉県知事、並びに埼玔県日本サッカー協会 JFA、および関係各所の皆様に混乱とご迷惑をおかけいたしましたことを改めて心よりお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。先般、浦和レッズより提出いたしました要望書に対して、埼玔県から回答をいただいた内容、及び今後の対応について、クラブ内で協議してまいりましたが、芝改修工事の工事変更に要する費用がクラブで負担できる範囲を大幅に超えていることなどから、その実現は経営的に不可能であると判断し、芝改修工事の工事変更については、大変遺憾ながら断念することを決断いたしました。今後、浦和レッズはアジアサッカー連盟 FC に提出しております
ACL2022 決勝戦開催日程の変更を求める要望書に基づき JFA、J リーグご協力をいただきながら AFC との交渉を行ってまいります。また日程変更が叶わない場合につきましては ACL 規約座席4万席以上照明、2000ルクス等にのっとったスタジアムで皆様の思いがピッチ、そして選手たちに届く浦和らしい世界に誇れるサポート環境を整えるべく準備を進めてまいります。このようにございます。あ、近藤無線こんにちは、よろしくお願いします。いつもお世話になっております。まあ、ズバリですけど、まあ、一つは再スタで、まあ、整理すると、再スタで試合が行えなくなりました。また試合を行うことを浦和レッズが断念しました。それにおきましては 58,430 と、いう署名がね、多く集まって心強かった。で、そして申し訳ないということですね。まあまあ、これについては、サイスタでは試合ができないんだと。芝改修工事についてね、当初のスケジュールでは。ただ、スケジュールを、調整することは今もしていると。そういうことですね。うん。まあ、それは、要望を出しているんで、JFA や J リーグとともに要望を出して、AFC がどういう回答を待っているかってことなんですけど。万が一っていうよりは、まあ、もう日程は決まっていて、2月に行われるってことなんで、日程変更が叶わない場合については、ACL の規約で、座席数が4万席以上で、照明が2000ルクス以上、要は、大きいスタジアムで明るい照明の下で試合をやるよ、ということですね。まあ、国立競技場ですね。私の調べの中では、業者さんの調べですけれど、業者さんが、まあ、この日に予定があって、そりゃそうですよ。ね、例えば国立競技場でやりますって言った時には、埼玉スタジアムよりも多い収容人があるわけでしょ。で、その人たちに対してのケータリング販売をするよっていうふうになったら、どれだけの材料を集めなきゃいけないんだって話じゃないですか。であればもう今から動かなきゃいけないわけですよ。簡単じゃないんですよ。ね。で、それぞれに業者さんってお約束があって、観客が入ろうと入る前と、イベントが行われるときには、参加しなきゃいけないみたいなといろいろあるんですよ。細かい。で、それは契約に基づいて。ですから、そういうことを踏まえると、そういった業者さんたちには、連絡が行き届いているはずですから、そう考えたら、まあ、国立競技場開催、2月開催っていうのは、これがまたね、移ったら大変なんですよ。キープしたものをどうするんだって話になるわけじゃないですか。ちょっとね、やっぱりこう、いろんなことを今回お金のことで、学ぶことが多分あるだと思うので、ぜひね、その部分で、皆さんも、ちょっと考えるいい機会になってくれたらいいなと思うんですけど、まあ、ちなみに今日今、271万ドル、日本円でですね、今日のレートで言いますと4億円にはなったんですね。3億9,614万6,445円。これが現状、浦和レッズが獲得している ACL での賞金でございます。そして、これが優勝した場合にはこうなりますね。優勝した場合には6億8,850万5,445円。ね。これはその時のレートによって変わると思うんですけど、一応まあそういうことになっておりますので、まあまあ、皆さん、ぜひそういうところでは、あ、そうなんだと、覚えておいていただければな、と思います。ね。まあ、何を覚えておいてくれて、言いたいかっていうと、それは、難しくなく、
10億円からの費用がかかるってね、言われて、まあ、クラブとしては、この1試合で勝てても、まあ、7億円なんですよ。勝てなきゃ4億円じゃないですか。赤字出るわけですよ、ワンマッチに。でね。まあ、これはやっぱり、得策じゃないよねって。うん、まあ、どっかの企業が出してくれればまた話は別なのかもしれないけど、にしたってそれだけの意味、価値があるのかなっていうふうに思ったら、ちょっとまあ、はてなかなと思います。そこの部分では。なので、気持ちはわかりますけど、難しいなっていうのはあるとは思うんですね。で、あとは、まあ、期間が短かったっていうことはあるかもしれませんけれど、そうなのか。この署名っていうのは10万とか20万とか集まったんじゃなくて5万8000だったんだっていうことは、ちょっと、ね、心には留めておきたいと思いますけどね。あとは、どこの誰がやったのかわからないっていうのはね。やっぱり僕からしたら、こういったものっていうのは、どこの誰が温度を取ったんだよっていうのを分かった方が、もっともっと参加できる人多かったんじゃないかなと思いますけどね。ジェットンさん、こんにちは。激動相模原となりました。なんと15人の選手と契約をしないとなりましたね。監督、フィジカルコーチと合わせてチームの半分が入れ替わるということになりました。まあそうですね。J3 のね、最下部に行くということは、つまりそういうことなんでしょうね。個人降格があると。J4 はないので、J3 止まりだけど、ずっと J リーグにいることができないんだっていう、なんかすごく、思うこと、痺れることありますよね。小手川さん、吉田さん、皆さん、こんにちは。阿部ちゃんの引退試合、豪華なメンバーになりましたね。楽しみすぎます。いいですね。パギちゃん、2月国立開催でいいのではないでしょうか。レッツは勝率 100%、アクセスは再生より良いし、俺はね、27キロ歩かなきゃいけないんでね、ぜひ皆さんね、歩くのは楽しみなんですよ。なので、皆さんぜひ、その時には、お付き合いいただいたりとかですね、後押し。そしたらスーパーチャットが大好きでございます。よろしくお願いします。ね、というところで、本日のメインテーマに入っていきたいと思います。お待たせいたしました。まずはこちら、お聞きください。レッツゴー !1、2、3!ということですね。今日もよろしくお願いいたします。吉田浩一で、改めまして吉田浩一でございます。はい。まあ、ここね、FUG でもですね、まあ、ネガティブではないんですけど、まあ、あんまり明るい話題じゃない話をしてきたかなと思うんですよね。監督が変わるとか、試合が勝てないとか。また、そちらに関しては、総括をするのも必要かなと。思います。実際に、クラブの総括が乗りましたね。ちょっと残念な形だったですね。これくらいのことかいって。もっと深く突っ込んだ話が、吉田、聞きたかったなと思いますし、皆さんもそうだったんじゃないかなと、思うんですけど。どうでしょうかね。そういえばちなみにね、これ僕がちょうどスタジアムで試合を、記者席で見るときってこんな絵です。ちょうどこの感じです。じゃあなんだってことなんですけど、こんな感じで見ています。阿部バーバーさん、吉田さん、皆さん、こんにちは。渡るが心配ですねって。阿部ちゃんの引退試合見に行きたいですねって。
安倍なんで、そうですね。安倍なんでっていいですよね。ああいうのがあったらでも大丈夫じゃないですか。大丈夫だと思いますよ。うん。まあ、頭のことなんでってなるんですけど、まあ、サッカーあるあるではあるんですし、それは仕方がないんじゃないですかね。うん。結構、こういう発言をするとまたお前はクールに言うよな、とかって言うんですけど。いやいや、そうではなく、まあ、まあ、あるあるなんで。やっぱり、うまくそれを受けていけ、受け止められるようにね、ならなきゃいけないし、いつも僕は思うんですけど、この選手を見るのは最後になるかもしれない。それはどっちもね、選手に問題がある場合もあれば、自分に問題があるかもしれない。いつ自分がその試合を見られなくなるかわからない。だからいつもそういう気持ちでは、ゲームを見るようにしておりますね。はい。はい。ということで、安倍ちゃんの引退試合を中心になんですけど、引退試合をしろと。ちょっとスライドを用意させていただきました。うまく出ませんね。ちょっと、出ましたね。一応これ今日のサムネイルとなりますけど、今日、こんな感じですね。引退試合をしようと。で、今日紹介する引退試合は、主に日本の試合なんですが、世界的に言われてることですけど、引退試合とは、選手、要は、たくさんね、多くの群衆、民をですね、サッカーワールドに引き込んでくれた、フットボールワールドに引き込んでくれたスター、そういったスターに対しての年金ですよ。退職金としての役割を持っていると言われております。皆さんの印象に、サッカーね、古いサッカーファンの印象にあるんであれば、まず、ペレですかね、ペレ。神様、ペレでございます。キングペレ。キングペレは、これかな。キングペレだと、1977年、私が小学校2年生の時です。これ覚えております。ペプシがね、大々的にバックアップして、ペレさよならゲームインジャパン。これのポスターが貼られているのを覚えておりますよ。そして、日本代表とやったんですかね。レコードも発売されているってことで、このレコードはね、レッツの社長でもあった藤口さん持ってるらしいです。いつかね、聞いてみたいね、なんて話はしてるんですけど、どこでかけりゃいいんだ、なんて言ったんですけど、今もまた、レコードプレイヤーもあるみたいなので、ぜひ、ちょっと、これはね、まあ、なくなっちゃう前に僕の手元に来た方がいいなと思ってるんで、僕の手元にあった方がいいですよって、今度話してみたいと思います。すごいですよね。9月に、国立競技場に、7万2000人を集めたんですね。もちろんその日本代表の釜本邦茂さんの引退試合っていうのも兼ねたんですけど。はい。で、まあ実際に、まあ今だったら、まあ皆さんすぐに腹落ちするというか納得すると思うんですけど、ニューヨークコスモス、当時北米リーグですね。北米リーグのニューヨークコスモスが、まあペレの引退に伴ってアジアツアーを行ってるんですよね。まあワールドツアー。っていうよりはアジアツアーやってるんですけど、北京で8万人、上海で5万人、カルカッタで6万人を集めてると。で、もちろん、日本でも7万2千人、東京国立千駄ヶ谷ね、かつての国立競技場に7万2千人超満員の観衆を集めたということが記録に残っております。もちろん、10月1日にですね、ニューヨークで行われたゲーム、名言ですね。ラブ、ラブ、ラブという、ね、ラブ、ラブ、ラブという、短い言葉でですね、引退の言葉をですね、ペレが述べたわけですけど、その時には75,646人と。ああ、なるほどね。レップさんはその LP レコードを持っていたそうですね。今、
行方不明だそうです。家のどっかにあるかもしれないですね。はい。いろいろとお宝があったら皆さんね、紹介していただければなと思います。まあ、ペレの話をすればやっぱマラドーナかなと思うんですけど、マラドーナはですね、2001年11月とか、これボンボネーラでやったんですけど、それで、まあ、ボンボネーラは5万5000人のキャパシティに、なんとその日8万人が入ったと。8万人オーバーだったと言われております。そして、まあすごいですね。サネッティ・ベーロ、アイマール・カントナ、ギータ・マテウス・スズケル。なんかまあまあまあすごい世界中の、ね、スーパースターが集まったのは、これは、まあ引退試合のね、一つの、その選手の、まあ本当に、残してきたものがあまりにも大きかったってことだと思うんですけど、その何よりもすごいのはね、この試合を見るために死刑囚が11人脱獄したと言われてるんですね。びっくりですよね。そしてびっくりついでに話させていただけると、まあ、今この、ね、ペレ、そして、今ね、YouTube もやってますからね、ぜひ YouTube ご覧になってください。ペレ、マラドーナといったらですね、こうもうヨハン・クライフの話もしたいなと思うんですけど、ヨハン・クライフはですね、やったんですよ。ヨハン・クライフが、引退試合の時には、まあ、アムステルダムのオリンピス、スタディオンオリンピックね、でやったんですけど、アヤックス対バイエルンミュンヘンという対戦で、試合当日6万5000人の観衆が集まったということですね。そして入場料収入が、まあ、当時の金額で17万5千ドルと言われて約3500万円くらいだったらしいんですけど、これはオランダのアマチュアサッカー界の振興と障害者施設のために寄付されたと。素晴らしいですね。まあ、クライフくらいになるともうお金はもう十分持ってるんだみたいな。で、世界6カ国に中継されてたんですけれど、なんとこの試合、バイエルミュンヘン全く手を抜かず、スコアは驚くことに8対0。メンバーすごいんですよ。まず、ゲルト・ミュラーがですね、先制点を挙げて2得点。ね。その他にブライトナー、パウル・ブライトナーとカール・ハリンツ・ルーメニゲ、後のミスターヨーロッパですけど、2人がハットトリックと。終わってみるとですね、8対0。引退試合ですよ。で、お客さんめちゃくちゃ怒ったらしくて、途中で、帰っちゃう人もいたらしいです。これがクライフの引退試合で、クライフ自体も私がイメージした引退試合とかけ離れた内容となったということらしいです。はい。日本でも、鎌本邦茂さんの引退試合が有名ですね。鎌本邦茂さんの引退試合、1984年でございますね。はい。覚えております。私、小学校、いや、中学校だったかな。8月25日にやったんですけれど。ね、日本リーグ選抜対ヤンマーという形で、日本リーグ選抜はラモス・ルイ、ヨナシロ、ジョージ・ヨナシロ、木村和志、水間隆、金田信俊、こんな面々ですね、が名を連ねて、元、まあ、ほぼ日本代表みたいなね。それに対してヤンマーなんですけど、ちょっと、釣り絵が取れねえんじゃねえかみたいなこともあって、あと集客ね、観客を呼ぼうっていう。これとにかくね、こう引退試合もそうなんですけど、日本サッカーが冷めているんで、ちょっとそれに対して、こう盛り上げなきゃいけないっていう意味合いもあったゲームのようです。ちなみにこれは先日9月、愛媛県の宇和島でですね、鎌本邦茂さんの、まあ、特イベントがあった時に司会をさせていただきましたが、この時のギャラはなんと、鎌本さん、一銭も入ってこなかったと。びっくりですね。満員だったんですよ。たくさんのグッズも、ね、販売されていたんですけど。まあそんなことがありまして、これがスーパースターたちの引退試合だということで
ございます。引退試合セニョールの時にちらっと話があったと記憶してます。まあそうですね、してますね。誰の試合の話で、まあ基本的には引退試合っていうのは退職金代わりになるよみたいな、そういう話だったんです。で、私もですね、皆さんがよく知る人ですけど、ギド・ブッフバルトさん、この人の引退試合といっても代表引退試合ですね。彼は代表76試合なんですけれど、80試合かな、ドイツ代表は。以上やると、代表の引退試合っていうのが行われることになっているんですけど、彼の場合はそのワールドカップ優勝も含めて76試合、その功績を称えて引退試合を行おうということで、浦レッズ在籍中に行われました。私見に行きました。ね。そしてホットは大丈夫かなんて、優しい声もかけていただきましたが、この後にね、紹介します。福田氏はですね、昔、ジャンクスポーツかなんかかな、出た時にその話をしてて、約1億円くらいの金額を、手にしたよ。海外から来てくれたお客、選手には、ギャラは出さなかったよって言うんですけど、交通費くらいは出した方がいいと思うんですよね。どうだったかわかんないですけど、それは。まあ、大体はギャラなしでっていうのは普通なんですよ。引退試合なんで、駆けつけてくるっていうことでね。ただ、交通費くらいを持ったりとか、あとは宿泊のホテルの代なんかは全部選手が持つんですよ。海外であれば。そこはね、うまくね、福田さんが、後の人に伝えてくれないとね、やってもらえなくなっちゃいますからね。そういう日本はそうなのかって、海外から人招くときにそんな感じになるのはいかがなもんだろうと思いますので、ぜひその辺のところはね、これから行う人はね、気遣ってもらえればいいなと思うんですけど、もちろん、儲かってなんぼですからね。で、実際福田正博氏、5万人集めましたからね。で、5万人集めて、グッズを完売。スタジアムはね、埼玉スタジアムでしたから、それなりの、満帆にはならなかったですけど、5万人集めたっていうのはすごいなと。でもね、俺、あの時に、吉沢、分かってんだろうな、とかって言ったら、全然話しかけられることもないし、まあ、普通に、ね、記者と選手としての関わりでしたかね、もうその時。お前もやるんだよみたいになって、ずいぶんまた上から物言う人だなって感じだったんだけど、これは、で、その次がね、俺の中で、こう、分かったっていうようになったのは、これは俺だけの引退試合じゃないんだ。ね、引退試合をしたくてもできなかった、そういう奴らの引退試合でもあるんだ。おお、分かったよ。って思って、それでまあ、クレジーコールズを、まあ、本当に、久々の人前に出すと、出てもらうと、仲間に声をかけると、そういうことがあったのがこの日だったですね。はい。まあ、置いときましょうか。さあ、じゃあちょっとスライド見ていきたいと思います。引退試合。J リーグではですね、規約の中に引退試合を明記しております。それは4項からなるということでございますが、1、引退試合は選手が引退するにあたり、当該選手の功績を称えることを目的として開催する。この選手はすごかったんだよ、と。ね。2、引退試合は当該選手の現在所属する J クラブ、または過去に所属した J クラブが事前に J リーグに所定の申請書を提出して承認されなければ開催することができない。そうなんですね。3、引退試合の開催地は原則として当該試合を開催する J クラブのホームタウンとすると。はい。なので、当然浦和であれば浦和っていうことになりますね。浦和の選手である。4、引退試合は選手1名につき1回限り開催することができると。これは J リーグ規約第72条の引退試合というところに明記されているそうです。そうなんですね。
何回もやってもいいじゃねえかとかと思うんですけど、俺、小野伸二なんかね、もう当然浦和でやって、清水でやって、ね、琉球で、沖縄でやって、北海道でやってってやるべきだと思うんですけどね。どうでしょうかね、皆さん。僕はね、それはね、ちょっと希望しますよね。これ、村井チェアマンだったらすぐに言いますけどね。野々村さん、どうやって連絡したらいいんだかわかんないですけど。ちなみに引退試合を行った選手ということですね。木村和志さん。ラモス・ルイさん。福田正宏さん。すごいですね。J リーグ引退試合を行った選手って、こういう。北沢号。すいません。継承略していきます。あ、まあ、井原さんは、やっぱ井原正美さんって言いますね。井原さん。沢登さん。北沢さん、井原さん、沢登さん、本田さん。ジョーさん、秋田さん。奈良美さん。林さん。宮本さん。藤田さん。三浦さん。鳩さん。この鳩さんまでが前の、規約にのっとってやった人だったっけな。そして2010年山田信久。2015年には中田浩二、柳沢敦史、荒岩徹。ね、2015年この3選手合同で引退試合を開催したということです。結構ね、引退試合行ってるんだけど忘れちゃったのもあるな。木村和志さんは行ってないですけど、ラモスさん、福田さん、北沢さんも行ったと思います。そして井原さん行ったですね。それ以降はね、行ってない、覚えてないですね。あ、山田信久さん行ってます。あとね、プレシーズンマッチや現役最後のホームゲームを引退試合と位置づけてセレモニーを行う場合も結構ありますね。はい。まあ、小倉隆文、アマラオ、森島、ヒガキ、こういった選手は、そういった形でですね、引退試合と銘打ってセレモニーを行ったと。そして現役期間中に死去したね、増田直樹選手の場合は、個人ゆかりの選手たちが参加して、追悼試合を行ったと。まあ、これ引退試合に共通するんじゃないかな。あ、そうそうそう、鈴木啓太もね、あります。もちろん、鈴木啓太さんあります。ね。スライドの中で切れちゃったかもしれないですね。言ってます。すいません。ありがとうございます。鈴木啓太さんね。ああ、なるほどね。鈴木啓太の時はサイスターに行ったな。最後。感動しちゃったのを思い出します。そして平川さんもね。慌てないようですね。ね。忘れてはならないのが、まあ、平川忠明。鈴木啓太もだったですね。すいません。申し訳ないですね。鈴木啓太、忘れちゃったの。忘れちゃったわけじゃないですけど、スライドの中に、取り込むのを忘れちゃいました、ね。すいません。で、まあ、平川忠明なんですけど、何度も言っておりますね。忘れてならないのは平川忠明。で、これが変わっているなと思うのは、まあ、コロナ禍にあって開催そのものがですね、まあ、できるのかな。で、まあ、その中でも、まあ、今だったら普通にあるのかもしれないですけど、2021年7月22日。ね、1年前は違かったんですよ。1年以上前ですけどね。ね、で、浦和駒場スタジアムで開催。ここも、すごいですね。駒場由来だから、俺はっていうので駒場でやってくれたんですよね。で、新旧選手に加えて、下部組織の選手も参加する印象深い引退試合になったことは、記憶に新しいですね。で、まあ、引退試合をしろと。いうことで。そうですね。鈴木啓太さんは、鈴木啓太さんの引退試合を、フィーチャーして、今度作ってみましょう。思い出の引退試合みたいなね、ところで。
で、まあ、阿部勇樹選手の引退試合があるということで、引退試合。阿部勇樹引退試合ということで、11月12日土曜日、17時キックオフでございます。で、浦和アジアンキングス対ね、ジェフジャパンフレンズ。この対戦があるということですね。で、選手が、出場選手も、まあ、ざっと出てきて、すごいなと思っております。すごいなって、ちょっと見えないから大きいのにしようか。大きいにしましょう。フラーレッツ。特設ページから。うん、やっと出てきました。メッセージがね、特設ページがあるんですけど、11月12日に引退試合を行わせていただくことになりました。このような機会をいただき、大変光栄です。感謝しております。2021年シーズンで現役を引退しましたが、私、阿部勇樹は次の人生のスタートを切っています。現役生活では様々な経験を通じ、サッカーの素晴らしさを感じてきました。これからの人生では後輩たちやこれまで応援してくださった方々、これからも応援してくださる方々にサッカーというスポーツの楽しさ、いや難しさ、そして自分自身が経験してきたことを伝えていきたいと思っています。今回の試合もその一環にできればと思っています。一番の思いは、試合を見てくださる皆さんが楽しみ笑顔になること、そして僕から皆さんにパワーを送りたいと思います。皆さんぜひ楽しみにしていてください。よろしくお願いしますということですね。いろいろとインフォメーション出ておりますね。9月6日に引退試合が決定して、この10月6日に特設サイトが公開と。10月20日には、まあ、阿部勇樹引退記念グッズですかね。こちらの方。そして、同じ日に、オンラインの抽選及び入場方法があったりとかですね。で、10月27日にオンラインで、優勝記念グッズ、引退記念グッズがですね、はい、先行発売されてましたよと。で、11月8日、つい、おとといかな。で、この試合のですね、まあ今コロナ禍なんで、花束とか贈り物、これについて、は、手渡しが できませんよってことですね。で、阿部勇樹引退試合、試合終了後、セレモニーを実施いたします。新型コロナウイルス感染症の対策の観点から、本試合につきましては、下記の通り、お預かりブースを設置しておりますと、阿部勇樹へのお花やマフラーなどの贈り物は、下記お預かりブースまでお持ちいただき、クラブスタッフに、お預けくださるようご協力のほどお願いしますということで。お預かりブースは C7 ゲート付近、C2 ゲート付近ということですね。対応は開門からキックオフ、試合終了から、試合終了後約30分間、ね、お預かりさせていただいたものは、贈り物はクラブが責任を持って阿部勇樹にお渡しさせていただきますということですね。はい。ということでございますが、まあ、たくさんの選手が、出場するよということですね。プレイヤーズ。これで、浦和の監督はなんとホルガー・オジェック、そしてコーチ・ゲルト・エンゲルスということですね。この二人、2007年 ACL の優勝監督がやってくるということですね。そして、西川、坪井、細貝。4番が2人います。ナス、トゥリオ。5番、牧野。7番が2人。梅崎、坂井。9番が2人。武藤、長井。11番、田中達也。13番、高木俊之。お、久しぶりでね。13番も2人、鈴木啓太。そして、14番、平川、関根。16番、青木。18番、栄子来るなね。小池純喜。19番、内立秀樹。そして25番、榎本哲也。27番、西澤義也。30番は2人、興梠慎三。他の正幸と。残念ながらね、小野伸二選手は、タイですね。コンサドーレ札幌のタイの試合に、帯同しているので、この参加には不参加となります。残念ですね。あれ、興梠慎三はってね、いいじゃないですかね。興梠慎三はって、そういうことなんじゃないですか。そして、ジェフ、ジャパンフレンズということで、監督は山本昌邦さん、ゴールキーパー、岡本正弘、
林拓人。林拓人来るんですね。同世代なんだね、多分。そして中西英介、徳永祐平、坂本正樹、隊長で坂本隊長ですね。2番が3人。栗原雄三、稲本淳一、そして佐藤優と森崎浩二、7番が2人、森崎和幸、双子できますよ。そして中村俊介、背番号10。玉田圭司、坂田大輔、坂東龍二は背番号11。そして高松大輝、背番号13。今野、これは、高幸で言うかな。山岸、牧、矢野と。そして、中澤、22がね、4人ですね。そして中澤、羽生、松井大輔。面白いね。そして水野、幸喜、山瀬浩二なんですけど、阿部勇樹は両方のチームで背番号22をつけるということになっております。はい。レフリーは家元さん、村上さんと。ここいいですね。ここ結構皆さん、ツイッターとかでも言ってない、あんまり選手の方ばっかり目がいってるんですけど、レフリーがいいですね。引退したレフリーが、2人がレフリーに名を連ねてるっていうところもいいですね。ジェットンさん、午後、試合なので抜けます。チャオ。パゲちゃん、シーズンオフからサイスタ改修工事になるな、思いっきり紙吹雪を巻きたいですね。そうだよね、本当に。そういうさ、なんか、こととかが欲しいよね。今から間に合うね。サイスタに紙吹雪散らしたいよね、本当に。で、テレビ、インターネット中継っていうのでは、テレタマと、そしてダゾーンも引退試合やるみたいですね。タイムスケジュールあります。14時会場。14時30分から15時40分。これね、エキシビジョンマッチなんですが、浦和レッズユース対ジェフ千葉 U18 ということで、ユースの試合ですね。そして15時40分のハッピーバースデー。この日誕生日の人はラッキーでございます。そして15時45分から16時5分と選手トークショー。そして、その直後からウォーミングアップ。選手紹介。そして17時から19時頃。頃っていうのですね。阿部勇樹引退試合。試合終了後、引退セレモニーと。非常に盛りたくさんの内容でございまして、夜、本当に日が暮れますので、寒くない格好をしてきてください。トークショー出演選手は当日を楽しみに行って、あとこれね、イレギュラーでまだ他の選手出てほしいですね。はい。まあ、結構動ける選手なんだなと思いますけどね。岡が動けるかどうかわかんないですけどね。まあ、そのアジア2007年に優勝したとか、見たくないワシントンとか。もちろんロビーもだけど。そんな風に思っております。チケット先行発売はすでに始まっております。ね、私も昨日チケットを確認して、妻に買おうかなって思ったりしてるんですけど。ちなみに阿部ちゃん。ね、J リーグデビューは1998年8月5日、ガンバ大阪戦3対2でユース在籍中だったということですね。そして J リーグ初ゴールは、ちょっと今ビンと痺れましたけど、1999年4月10日、神戸対市原。どちらも負けのゲームなんだけど、4対3、ユース在籍中に初ゴールをしているということですね。はい。まあ、たくさんのタイトルを獲得しております。J リーグカップ優勝。J リーグベストイレブン、J リーグカップニューヒーロー賞、J リーグカップ優勝、J リーグベストイレブン、2006年ね。そして2007年から浦和レッズです。ACL 優勝、J リーグベストイレブン、2015年に J1 リーグファーストステージ優勝、2016年 J1 リーグセカンドステージ優勝、J リーグカップ優勝、J リーグベストイレブン、2017年 ACL 優勝、駿河銀行チャンピオン優勝。ね、ありがとうございます。そして2018年天皇杯優勝、2021年天皇杯優勝と、J リーグの優勝がどれだけ難しいのかってことですね。健太さん、吉田さん、皆様、こんにちは。よろしくお願いします。
たします。阿部ちゃんの引退試合に行きますが、当日は朝から川崎の沖堤防までシーバス釣りに行って、昼の13時に帰港。今回は自由席なんで急いで向かいます。まあ大丈夫ですよ。17時までに来てくれればいいですから、気をつけてお戻りください。はい。ちょっとね、ケントさんに持ってるルアーがあるかどうか聞きたいことがあるんですけどね。はい。ちなみに詳細こちらの方になっておりますので、こちら今私が話しているようなこと、これ特設サイトになると思います。さっき特設サイトの QR コードを作ってみましたので、ぜひこれで、皆さん見ていただければなと思います。こんな感じかな。こんな感じでございますね。こんな感じでございます。引退試合をしろと。皆様の方から何かございましたらね、必ずお約束しましょう。浦和レッズ在籍の選手の引退試合、それぞれの引退試合、あるいは引退セレモニー、そういったものをですね、集めていきたいなと思います。返す返すも、私が、ミハイロ・ペトロビッチ監督があまり好きでないのは、実はこういうところにありまして。本来、浦和レッズで引退しよう、引退したいと思っていた選手が、浦和レッズではないチームでユニフォームを脱ぐことになったと。これ結構ございまして、あまり気分がよろしくない。私いつも言ってる、もう30年間ずっと言ってることなんですけど、相手チームの選手にブーイングするのもいいんですけど、その選手っていつか浦和レッズに来るかもしれないし、浦和レッズでプレーしたいと思ったりもするわけですよ。むしろね、うちでやれっていう声をね、声をかけるっていう方が、選手にとってはね、意外と嫌なんですよね。ブーなんて言って、ふざけんな、やってやるよって気持ちなんですけどね。お前のその、だ俺思いましたもん、ずっと思ったこと、沢登り選手とか、もう、浦和レッズでやってほしいなって、浦和レッズでやってくれたらなって思ってましたよ。だってもう、めちゃくちゃ浦和キラーだったじゃないですか。で、最後に浦和レッズ優勝、引退したいなんて言ってもらったら、すごくいいなと思ってたわけです。だから、福田正博選手、もちろん鈴木啓太選手もそうですけど、平川忠明選手もそう。浦和レッズ一筋でね、とてもそのね、そういったところに、山田信久選手もそうです。その、何かこう感じるところあったわけですよ。阿部ちゃん、これは初のパターンですよね。2回目。井原さんについてですけど。井原さん、国立競技場で確かやったんですけど。よそのクラブを、のアイコンで、シンボルでもありながら、浦和レッズに来て、そして浦和レッズでユニフォームを脱いでくれたと。これはもう素晴らしいことじゃないですか。ぜひね、多くの、J リーガー、プロサッカー選手、あるいはもちろんアマチュアのサッカー選手、少年たちもですね、いつかこの舞台で活躍をして、浦和レッズでユニフォームを脱ぐ。たくさんの浦和レッズのサポーターに囲まれて引退するんだと。こんなような気持ちになってもらえたら、とっても素敵だなって、僕は思っております。今日はですね、引退試合をしろということですね。引退試合、いろんな考え方あるんですけど、選手の退職金になるよって、ね、で、実際になるよって言ったんですけど、さっきクライフの話で紹介したようにね、寄付しちゃう人もいると。保証がない世界ですから、活躍された、功績を残した方たちがですね、そういった意味で、もう一つ大きな退職金を得られる場であってもいいのかなと思います。そしてこの日はですね、往年の名スター、名選手たち、と出会える、とても楽しい機会になると思いますので、そこの部分は、本当に、なっていたいなと。そして引退試合といったらですね、
選手のお子さんたちが試合に登場することっていうのも、これまで何度もありました。ね。昨年も平川選手のお子さんがピッチでプレーする姿を目の当たりにしましたけど、安倍ちゃんの場合はね、お子さん二人とも浦和レッズの下部組織にいるっていうことですね。まあ、その彼らがここでどんな風にプレーを見せるのか、出場があるのか、その辺のところもですね、ちょっと注目していきたいなと思っております。皆様他に何かございましたら。はい。というところで、この辺でお開きにしたいと思います。今日はこんなテーマでお送りいたしました。またよろしくお願いします。明日は金曜日、フライデーナイトライブでございます。そして、阿部ちゃんの試合のマッチで前日。楽しみですね。それでは皆さん、チャオ。